アメリカ聖書協会は1816年に設立された聖書の翻訳、出版、配布を行う団体である。明治期の日本にも死者を出し、米国聖書会社と称した。英国外国聖書協会やスコットランド聖書協会の日本使者と共に日本聖書協会の前身となっている。2000年と2001年に、 アメリカ聖書協会は411万3106冊の聖書と832万2112部の新約聖書を配布している。用いられたのはグッドニューストランスレーションとコンテンポラリー・イングリッシュバージョンである。本部は2015年8月からフィラデルフィアに移転した。中国選挙には力を注ぎ、1833年に アメリカ聖書協会は3000ドルをプロテスタント宣教師であるイライ・ジャブリッチマを博士に送って博士の簡約聖書事業を支援している。そして1934年までに289万7383ドルを追やし約7000万巻の簡約本を中国で配布した。このほか豊富な資金力を背景に多くの国々で英国外国聖書協会ともに 聖書翻訳と出版を主導した。ニューヨークマンハッタンの聖書協会本部は、グーテンベルク本に始まる歴代聖書の博物館でもある。この聖書ライブラリーには、世界各国、地域から集められたすべての言語のおよそ6世紀間に、またがる聖書の諸版が集められており、バチカンに次ぐ世界で2番目の宗教書籍コレクションとなっている。 さらに南アメリカにある保管所には長年にわたって集められてきた10万種類の聖書が収められている。ありがとうございます。